はい、どうも、今回は牧島の、ジャンプ攻撃からの攻め連携を紹介します。まず立ち回りから、攻め込むきっかけにしやすいのが、CD リーチのジャンプ CD なので、そこからの、連携を紹介します。まず、ジャンプ CD でこうガードさせたら、ジャンプ CD で有利フレームがあるので、そこから攻め継続するとき、したいときはジャンプ CD でいい。もう固まってるならもうジャンプ CD 連発してガードクラッシュまでいければまあある意味理想ですね。そしてですね、そのジャンプ CD に対して打撃で割り込んでくる相手に対しての暴れ潰しの選択肢なんですが、まずですね、ジャンプ CD からの足払いですね。そしてジャンプ CD からのバシ攻撃ですね。そしてジャンプ CD からのジャンプ CD からちょっとダッシュしての、遠距離タッチ D や遠距離タッチ D、 そして、近距離タッチ強パンチなどですね、それらを暴れ潰しとして、使っていくといいです。まず、ジャンプからの長身強キックなんですが、これにこの牧島チャージ牧島チャージをキャンプして混ぜていくといいです。なぜかというと牧島で、まあ反撃をかなり受けづらいですし、このシャランプギークラからマキシマプレス、マキシマプレスとモーションが似ていて、シャランプギークからマキシマチャージとマキシマプレスで、ちょっと緩いですが2択をかけることができるんですね。ちょっとモーションが似ているので相手は対策対処しづらいと思います。これはかなり、またこのジャンプ CD から地上立ちの動きもして、巻き場チャージとジャンプで威嚇を、なので暴れつぶし兼、固め連携とかいや崩し連携って感じになってますね。ですね、それからジャンプ CD からこの遠距離タッチ D などの選択肢なんですが、これダッシュから出すといいですね。なんでかと言いますと、崩しの選択肢としてダッシュから崩しの選ダッシュからマキシマプレスを狙いたいです。ダッシュからのジャックマキシマプレスを狙いたいんですが、そのフェイント兼暴れ潰しとしてダッシュからのこれですね、遠距離タッチ D やダッシュからの、近距離タッチ C などですね、それを使って、ダッシュからのマッチマプレスの、裏の選択肢を強く意識させながらも暴れていたら暴れ潰したら大ダメージを取っていけるという強力な選択肢になります。これ暴れ潰しからのスパーキャンセルなんですが、ガードポイントで取ったのを確認してから、超必殺技や発動キャンセルを、入れ込めるので、入れ込んでしまえるので、そのガードポイントで取ったらもうほぼ確実に決まるので、もう大体なので、もう発動キャンセルやチョイスの技を入れ込んでしまっていいと思います。
ですね、またですね、この、ダンプシリーズで継続、ダンプ CD 連発です。が、まず、ありまして。暴れつぶしは、しゃがみ強キックや、タッチ CD、そして、ダッシュから、遠距離タッチ D や、近距離タッチ C ですね。まず、攻め継続と、暴れつぶしと、崩しは、このダッシュの、マキシマプレス、1フレーム投げでコマンド投げですね。それと、それでいいですね。で、それからですね、あともう一つは、ジャンプ CD からの、ノージャンプ C と、CD からの、大ジャンプ、大ジャンプ C ですね。それでめくりを狙っていくというものですね。これもなんかこう、相手の地上牽制をごっそりかわすの、崩し剣、攻め剣として狙っていけるので、かなり強い戦術になります。この、めくりからは、近距離立ちし、など出しておいて、ヒット確認からコンボに行くといいと思いますし、もう金からもう、ベイパー、今日ベイパーかのこのマキシマプレスに2択をかけることができます。と、まあまあ、めくりからもまあいろんな選択を仕掛けることができるというのも強みですね。これでもうヒット確認に、ここから大丈夫狙ったりもできますし、めくりから、こうやったりもできますし、攻め継続狙ったりもできますし、ということで、ジャンプ CD からの、連携は以上になります。